今日のメインディッシュ来ました。ここが砂肝です。でこれが、大腸のところで、これがレバー、これが小腸、そしてこれが精巣ということで、これからね刺身でいきたいと思います。ニンニクの芽をですね、漬け込んで、醤油に漬け込んだニンニク芽醤油ですよ。これがうまいんだ。何からいきます？何がいいですか？リクエスト。それは当然小腸からいきましょう。これねうまいっすよ。つけていただきます。聞こえます？僕のこの歯ごたえ聞こえてるかな？いやーうまいです。この歯ごたえですよ。そしてねこれうまいわ。これ炭酸で割ったんだけど、いやうますぎる。レバーいきましょうか。じゃあそうですね、まずはね内臓を持つといったら内臓のね、食べるといったらやっぱレバーですよ。いただきます。うわとろとろでございます。これ進みますわ。じゃあ次は、なるほど砂肝ですね。さすがです。その選択さすがです。これねほらもう分厚く切りました。あえて分厚く切ってるんですよ。いただきます。これねびっくりするぐらいの歯ごたえ。いやーこれ食べれないですよ。だってね歯でね噛み切れないんだから。そのぐらいすごい。ちょっともう一回いきますか。いきます、いきますよ。おいしい。いや焼酎も美味しい。何これも本当美味しいわ。次どれ行きたいですか？なるほど、まあ焼酎食ってんのになんで大腸食わないんだっていう話ですね。 OK です、行きましょう。いやこれね大腸の方が噛み応えある。ちょっともう一回焼酎行ってみよう。こんな違うんだ。これね改めてねこうやって食べ比べしたことなかった。今までもう腸は全部腸で大腸も小腸もいっぺんにねこう刺身にしてたんだけど、あ全然違うんだなっていうのがね分かる。噛み応えは大腸ですよ。で僕ね味もね大腸が好きですね。ほとんど変わんないです。味自体はほとんど変わんないけど、歯応えプラスアルファの肉っぽい感じ、うわ大腸美味しいわ。一回飲み物お借りしていいですか？いきます、3杯目です。おーうまい。次どうしますか？え、次？もう一つしかないですよね。そういうことですよ。そういうこと。清掃行きましょう。いただきます。これがうまいっすよ。すげー濃厚。